ウェワクは、パプアニューギニア北部のモマッセ地方西部の東セピック州の州都、ニューギニア島の北岸に位置している。2011年の人口は37,825人。ウェワクは、マダンとジャイアプラの間では、最大の町である。古い町の中心は、小さな半島に位置している。残りの町は、海岸と山地との間の狭い予備の平地に、広がっている。 街の中心の東には小さな半島があり、そこにボラム病院とえわく国際空港がある。セピック川沿いの3つの村と道路で結ばれている。しかし、道路の状態は良くない。また、海岸沿いの道路が西に伸びていて、アいたペア、サンダウン州シ,シュートの場にもと結ばれている。 太平洋戦争中の1943年から1945年まで日本軍のニューギニア島最大の航空基地であった。基地はオーストラリア軍やアメリカ軍機によってたびたび爆撃を受けた。町の中心部のすぐ西にはウォム岬と呼ばれる半島があり、そこはニューギニアの日本軍が降伏した場所である。現在、そこには小さな記念碑がある。 1969年10月、日本政府の第2回東部ニューギニア遺骨収集団が、来と共に、上枠を訪問。遺骨収集が行われた。ありがとうございます。